アレックス・リオス、アレックシス・イスラエル・リオス、アレックシス・イスラエル・リオス、1981年2月18日隊は、アメリカ合衆国アラバマ州コーヒー出身の元プロ、野球選手、外野手、右投げ右打ち。1981年に、アメリカ合衆国アラバマ州で誕生、生後2ヶ月の時に、プエルトリコ北部グアイナーボへ移住し、5歳で野球を、始める。 の MLB ドラフトでトロントブルージェイズから一巡目全体19位指名を受けその年の6月4日に契約を結ぶ一巡目指名された理由は契約金要求額型選手より安いからというもでプロ入り後にそれまでを主に守ってきた三塁手から外野手へ転向する2マイナーリーグの AA 級ニューヘイブン・レイブンズで打率352.11本塁が 82、打点という成績を収めて MVP に選ばれ、さらにシーズン終了後参加した、プエルトリコのウィンターリーグも MVP に選ばれた。この活躍によって、フアンゴンザレスと比較されるようになったり、将来のクリーンアップを期待されるようになった。5月27日、フランク・カタラノットの故障や、代替選手の不審によって、メジャーデビューの機会が与えられると、 以降ポジションを譲ることなく111試合に出場し、打率286.1本類が28打点、15、盗塁を記録する。2は、打率こそ下がったものの10本類が59打点、14、盗塁を記録、シーズン終盤には5番に座った。開幕前の3月に、第1回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。 シーズンでは6月27日までの72試合で打率330.15本塁打という成績を残しオールスターにも初めて選出されるなど活躍していたしかし左足にできた傷口から新生細菌に感染したことで1ヶ月の欠場を余儀なくされオールスター出場を辞退復帰後は打撃が狂いシーズン終盤まで 自分の打撃を取り戻すのに正一だった。それでもシーズン通算で打率は3割台を維持、その他にもオプス、本類打、打点など各部門で自己最高の数字を残している。はチーム最多の161試合に出場し、191安打、リーグ7位74長打、同6位を記録。前年に出場を辞退していたオールスターに再び選出され、 試合前日に開催された本類打競争にも初めて出場した。シーズン終了後には得点数リーグワースト2位とヒンにあえいでいたサンフランシスコジャイアンツがリオスに興味を示し、先発投手のマット・ケイニア、ティム・リン・スカムとのトレード交渉が進んでいると報じられたが交渉は決裂。ジャイアンツは FA でアーロン・ド・ワンドを獲得し、一方のブルージェイズは翌4月、 からまでの6年総額6400万ドルでリオスと契約を延長した。リオスはチームの中心打者へ成長。チームはリオスに対し常に好きなように打たせた。結果打撃3部門、打率本塁打。打点は前年を下回ったが47二塁打。リーグ5位32投塁。リーグ8位は自己最高の数字となった。 開幕前の3月に開催された第2回 WBC のプエルトリコ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは開幕から打撃不振に陥る。自己最悪の1試合後三振を期した6月4日のロサンゼルス・エンゼルス戦では試合後に球場の外でファンと口論になったリオスが放送禁止用語を使ってファンを罵倒する様子が 動画投稿サイト YouTube にアップロードされるというトラブルも発生。リオスは後日、この騒動について冷静さを書いていた当時の日を認め謝罪した。成績はその後も7月終了時点で打率263、出塁率319と低迷。これにより前年に結んだ大型契約がその後の選手の低迷によって失敗に終わる、いわゆる不良再建。 となる恐れが高まった。ブルージェイズは所属するアメリカンリーグ東地区で5球団中4位とポストシーズン進出争いに絡めずそのためロイ・ハラデーのトレード交渉が進行したり結局成立せずスコット・ローレンが放出されたりするなどチーム解体の雰囲気が濃くなっていった2009年8月に入りブルージェイズがリオスをウェーバー工事したところシカゴホワイトソックスが 獲得希望を表明。ホワイトソックス側は交換要因を選定してブルージェイズと東度交渉を行おうとしたが、ブルージェイズ側は見返りなしでリオスの保有権を手放し、8月10日にホワイトソックスへ譲渡した。ブルージェイズ GM の JP リッチアーディはリオスをウェーバーにかけた目的について年俸総額削減のためではないとしつつも、その一方で、 チームの財政に余裕を持たせる必要は認識している、とも話している。ホワイトソックス追籍後は、シーズン終了まで41試合に出場したが、打率、199、出塁率、229と成績はさらに悪化。監督のおじいぎいは記者に、ここまでリオスに、何を見せてもらった、だって、アウトの山だよと語るなど、リオスにとっては、自己最悪のシーズンとなった。 シーズン終了後には ESPN からアリーグで最も期待を裏切った選手に選ばれた。は、前半戦終了時点で打率302オプス878の好成績を上げる。後半戦は打率258オプス684と低迷したが、シーズン通算では自己最多の34盗塁と同2位の21本塁打を記録した。は、 打率、本塁打、打点など、キャリアハイの成績を収めた。開幕前の3月に開催された第3回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。3月17日の日本戦で、ノーミアツシから本塁打を記録し、プエルトリコを決勝へ導いた。2013年8月9日にトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。 9月23日のヒューストンアストロズ戦でサイクルヒットを達成した。和131試合に出場し、打率280.4本塁打、54打点、17盗塁だった。オフの10月15日に、レンジャーズが2015年戦4 0 0万ドルの球団オプションを破棄したため、FA となった。2014年12月19日に、 カンザスシテロイアルズと1100万ドルの1年契約、2016年1250万ドルのミューチュアルオプション付きを結んだ。割り脱もあり、105試合の出場に止まった。98安打はメジャーデビュー以来で初めて100未満だった。打率、255.4本塁が32打点という打撃成績をマークしたほか、失敗なしで9盗塁を決め、 通算250投類を達成した。守備では DRS 力だった。11月4日に FA となった。瞬速の中距離打者で二塁打、三塁打を量産するタイプ。二塁打が2007年は43本でリーグ6位。2008年は47本でリーグ5位。三塁打が2007年は7本でリーグ9位。2008年は8本でリーグ4位。 スイングが大きいため三振が多いのが課題である。外野守備は右翼、中堅、左翼のいずれもこなすことができるが、ブルージェイズでは中堅にバーノンウェルズがいるためリオスは右翼を守ることが多かった。右翼手としての守備は一級品で、打球反応の良さや守備範囲の広さは中堅手並みのものを持っている。また失策も少なく、細身だが強堅で補え。 殺数も多い。プラスマイナスシステムという守備指標を考案したジョン・リュワ1の試算によれば、リオスの守備は2006年から2008年の3年間で、チームの失点を49点減らし、およそ5勝の上積みをもたらしたことになるという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。